はい、始まりました。やった大阪文次郎第4節、はい、アンダシューです。イエーイ、皆さんお待ちかねの、よい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 よ、今節何本ヒットったんですかね。5本ぐらいじゃないですか。少なえ、それ1試合全試合です。それは冗談としてアンダシュー見てもらいましょうか。はい、うちのアイドル、はい、99番バンビーも、バンビーもなんか一発鋭いの打っちゃってるらしいんで、リーグ初ヒットらしいですよ。あ、本当ですか。人生で。そして僕の一押しアンダーあるんですけど、はい、あのスーパースケットが驚愕の一撃を放ちます。それは見たいですね。見たいです。さあ早速行きましょうか。行きましょう。応援していただきました最後の4節、はい、もちろん人たち頑張ってヒットいっぱい打ちました。はい、見てください、どうぞ。Yeah!
最高。さあ、ご覧いただきました。ジョシュがすっごいなってたね。バットがトイザラスのバットみたいになってましたね。振りすぎて。あれ伏線があるのよね。ホームラン打つ前の空振りがすごい。ああ、そうか、空振り、そう、空振りもしかしたら打ってないかもしれないけど、ホームランの前に恐ろしい空振りしてるんですよね。もうなんかバットも桃次郎打たなさすぎて、ジョシュが俺に打たせろっていう。不甲斐ないです、すいませんでした、ジョシュ。不甲斐ない野手陣で申し訳ないね。そうですね。でもまあ見ていただいた通り、うん、いい当たりもいっぱいあったので、まあ次に繋げましょうよ。次は来年に向けて。はい。アンダッシュ僕いなかったですわ。え？カットされてた。カット。カットされてたの。はい、編集ミスですこれ。まあ許しますよ別に。とりあえず4節無事締めくくりまして、はい。まあ結果は今出てる結果の通りになっておりますけれども、またこれから頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。目指せアンダッシュで1時間。おお、すごい。薄いんで。来年はこういう感じにならんようにね。本当に。ありがとうございます。いっぱい見てもらいたいんで、はい、じゃあ終わりましょう。終わりましょう。はい、バイバイ。いけるいける、最後のあれ。